こんにちは、セイガーチャンネル、ハナとアンナとカズです。昨日ネパールでフリーハンキー、フリーハンキー、ゴアス車のやつは何？フリーハンキー、日本語で。炊飯器。それをやって火大きかった。ちょっとちょっと時間長くやってるから家5個。家5個燃えたの？はい。炊飯器のせいで？炊飯器で家でちょっと時間長くやってるから。はい。燃えてるな。これすごいね。自分の家じゃなくて、別の家5個から大変ですね。燃えちゃった、映っちゃったんだけど。電気ガスと良いかもしれませんね。死んだ人はないですけど、怪我する人はある。これすごい大きな感じだな。違いからね。そう、田舎だからさ、全部木だよね。どうやかいの？あとで고백하고세야시미래루이도야가이노아또에남아중고의 3%? 오正解です。よくわかりましたね。今ママがミャンマー語理解したと。そうですね。ママ上手ですね。3% のためか。来年の終わりまでで 17% ってこと？そうなんです。これでもあれだね、普通の人じゃなくて病院の人？それは書きません。それは書いてないです。まあでもこれが来てね、あのちゃんと社会が落ち着くんだったらそれが一番。いいえ、山で神戸の薬は 3% 山でくれる薬で。こっち打てるのは誰からだろうな。ね、多分最初医療者なんですよね、こういうのって。お偉いさんか。そう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 。今ね、ニマコで書いたのはね、ワクチン会社を通じて個人的に購入することですとだけ書いたの。へえ、個人で買うんだ。17%。うん、5分の1。21年終わるまでで 17% ってすごい数字ですよ。いや、少ないね、意外と。まあまあ、でも、そんなもんなのかな。検査あるでしょ、うんうん、あれが日本だと大体400ドルぐらいかな、かかるのね。なんか30ドルでできるような場所がオープンしたっていう、うん、これからミャンマーだけじゃなくていろんな国と行き来するときに PCR とかそういう検査って、うん、まあ続くと思うんですよね。証明書の提出必要とか、確かに隔離が2週間なくなる代わりに証明書くださいねとかいうそうね、はい、もしね、そう安いところができるとね、まだまだ先だけど危機はしやすくなるんじゃないかなっていう感じ。南アメリカ行くのに黄熱病のワクチン打たなきゃいけないみたいな。あ、そう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 ですね。多分そういう感じになっていくんでしょうね、はい、それはいいですね。ちょっと補足すると今調べたら出てきたんですけど、東京都は、新橋駅前に開業した民間施設で2900円税別、780人の検査をできた PCR だそうです。おいいね、はい、で唾液でできて翌日にメールで送られるっていう。すごい早い。それだと嬉しいね。そうですね。みんなでバンコク行けるね。はい、9時間のバスで。何したの？まだでしょ。私はパスポートまだできない。いや、パスポートないでも大丈夫と。大丈夫じゃないよ、ダメだよ。ダメな方法だから、これ花の ID カード変わるから。花は大丈夫だよ。今は19歳でしょ。 ID カードは今コビのためにからまた行けません。変わりませんから、新しく変えないとね。いや、まあ成人したら ID カード変えなきゃいけないから、ね、18歳の ID カード、16歳に1回、18歳に1回、もう30歳に1回と思う。35歳、30歳。ああ、そうなんだ。じゃあ、花、それちゃんとした ID カードにしようね。はい、県営の場所で6日間、6日間200年以上あってました。カレンで？はい。あれ増えたね。はい、増えた。田舎でどんどん増え始めたね、今度は。
そうですね。12月の最初の1週間で一気に増えたね。あってましたけど、パアン、コクレイのミャブリミューネリがアミアソンとやれる。パアンとコクレイミャブリとか多いあってました。あっちが多いんだ。あの、コビ、コミリブラド。カレンのね、コビとの人が、はい、あのどんどん増えてるんだって、はい、田舎でどんどん増えてるよ。そうですか。ヤンゴンだけ多いでしょうね。ヤンゴンもねどんどん多いけど、田舎でもどんどん増えてきたから、はい、旅行行けないな。行けないそうですね。でヤンゴンだけだったら別にいいかなと思ったけど、田舎がどんどん増えてるとさ、はい、田舎に行けなくなりそうだよね。パン、パクレミャオリはね、態度違い場所あれだね、あのバスで通るとこだね。なんかあれですよね、台湾のニュースでも、うん、そのまあ北海道を隠した人がミャンマーから台湾、ああそうなんだ、コロナだったっていうニュースやっぱり未だにちょこちょこ見かけます。今ワッチンも出てるからね、もう終わる。はい、いや首のワッチン、うん、今出てるからもうすぐ終わると思います。本当と思います。そう思います。でも時間かかるだよ。かかりますよ。そうですね、全員に行かないからさ、3% だけだからさ、ずっとほら田舎の方には行かないからさ、そのワクチンは。今度はどん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 田舎で増えていくよ。と思います。と思います。これ便利だ。はい。今日は。ぬとるとあとおぬとるとおぬとるとおぬで始まるミャンマー語難しい。ぬにゃんたいごいたぬそうぬにゃんたいごいた。何それ？ぬにゃんたいごいたは女の子見たら、うん、女の子っぽいだねとか。ぬにゃんたいごいた優しい人みたいですけど、優しいじゃなくて見た目は、日本語はね、おしとやか、女の子っぽくて優しくて、あの、はい、なんか可愛らしいというか、あ、そうそうです、はい、おしとやかです。ぬにゃにゃぬにゃってもいと。はな、ぬはね、ごいさんなロンパーはあるよ。ごめんなさい。ぬにゃって言うと、それでしょ、社長。そうそう、ぬにゃって言う。そうそうそう。すいません、あの、僕の方が詳しいということで。次はね、る。それはね、る、る、るですか、るですか。るでも、るでも大丈夫ですか。いいよ、日本も同じだから。ボクター語で、る、しんしん、れっぺしん、きんしんじゃないです。大丈夫よ。あれだね、ブッダのやつね。日本人がほら分からないから、それルーミョーにしようか。ルーミョー、ルーミョー、ルーミョー、ルーパーミンソー。そうそうそう、ミンソー。ミャンマーにはルーミョーはいくつありますか？全部は131話でしょ。お、135だね。あ、はい、すいません。でも大体私たち勉強するのは8民族、クシン、ケヤ、ケイシン、パマモ、ラカンシン、はい、そう、8。あ、私はハーフ。ケイエとビルマ、ビルマ。そうだね、ま、ママはビルマと日本人。ハーフ。そうだったの、民族チェンジだよね。ID カードの裏に書かないと。社長は？社長？社長はほら、ビルマ人ね。カチンと、はい、ジャパンと、はい、クイーンかな。ああ、そうですね。キングを持って切るでしょうね。いいね、135の民族のルーミョ。じゃあ最後、お。おはオーロング？オーロングは日本語で何？何でしょう？壺作り。壺作り？壺が。おね、でもあれなんだよね、チリヌルオのオはアイウエオのオじゃなくて和音のオの、あー、オ、そうそう、難しい。はい、ヌとルとオ、ヌニャン、ヤマコでヌニャタイムエト。はい、ルはルはルミョ、ルはルミョ、オは
はい、ヌとルトでした。じゃあミャンマーに帰りましょう。いや、ミャンマーでした。あ、そうだった間違えた。本日も動画を見てくれてありがとうございます。面白い方は高評価を、もっと聞きたいなったらチャンネル登録をお願いします。お願いします。それでは、ハナとアンナとカズでした。タタ。